演舞開演。どうも、本日はローソンのサラダチキンプレーンを食べたいと思います。サラダチキン、蒸し鶏胸肉ですね。タンパク質を豊富に含んでダイエット向けの食材。いろんなメーカーさんからいろんなものが出ていますが、ローソンのどうなのかな。ライメン、これぞお肉って感じはしますね。ではいただきます。パサつきやすい鶏胸肉がここまで満点です。低カロリー、低糖質、そして高タンパクなので噛み応えもしっかりあり、肉厚でとっても美味しかったです。焼いたらもっと美味しくなるのかな。チキンステーキみたいになって、もちろんそのまま焼いたら一番ステーキに合うんでしょうけど、それだと油も取っちゃいますからね。これでダイエットにも一ワンバウンドつけたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。